よし、寒いですね今朝も。そして私花粉症なんですが、そろそろスギ花粉がおとびになられてるんでしょうか。もっと早く、もっともっと早く。はい、格屋根ですね。毎度のことながらカメラもメガネも曇ります。シャタノエの経営です。収穫フェニックスですね。昨日と同様ですね。時間がありません。急ぎます。11ですね、はい、量は切れたんですけど、やっぱりちょっと A 品が、これが B 品 C 品なんですけど、3コンテナか1コンテナぐらい増えてますんで、急ぎます。時間がありません。メッドスタート3リッターとワンダフルミネラル1リッター始める。初めましてにしては初めましたの方は初めました。ちょっと今日機嫌がいいんじゃないかな。体調も良さそうだね。たまにはそういう日もあるんだね、マスター。そして毎度見ていただいている方、本当に毎度お世話してしまって申し訳ございません。シャタ2号と申します。はい、トゥルプシ2号です。本日も頑張ってまいりましょう。ちょっとですね、暑い。そしてですね、視聴者 MZ さんから確か
サンド系をこれですね撮ってるんです実は、はい、動画に最近全然出てきてないですけど、これを土の中に入れると pH が分かる、今7になってますけど、はい、3から8まで測れますね、はい、でこちらでまあ土壌をアルカリに傾ければネコブセンチの動きも悪くなるというところで、まあ、昔ちょっと pH7 ぐらいでキュウリ栽培されてる方もいるっていう話は聞いたんですが、どうなんでしょうか。私も今多分6ぐらいだと思うんですけど、7はさすがにやったことないですね。で、あの MG で水に溶いたやつ、 MG をあれをガンガン流していけばどんどん7に近づいていくと思うんですけど、キュウリの生育はどうなってしまうんでしょうか。はい、ということでコメントいろいろいただきましたね。で、あの海外の方、南ブラゾル、私英語喋れませんので、このムラフラ RT18M さん、ムラフラ RT18M さんですね、ファーストライクありがとうございます。本当にグッドボタン多くの人に押していただけると本当に励みになりますので、ありがとうございます。はい、それからテンパッドさん、詳細は分かり次第ということですね。で、野菜の星さん、はい、よし、農薬ですね、教えていただきました。こちら調べて、あとちょっとですね、野菜クラブの件で聞きたいことが、はい、ちょっとありますね。近日中に元肥として野菜クラブ入れようと思ってますので、あとクラコですね、はい、クラコも一粒米タンクで購入したいなと思ってますので、お金が揃い次第、はい、ということで、はい、本日も頑張ってまいりましょう。はい、そんなところですかね、今日は。はい、帰って袋詰め冷たいと思います。はい、最初はピヨピヨじゃんけんチョキチョ。あれ、今日もマイホーム出してもらえてないの？どうしたの皆さん。うめえな、キュウリな。これなんだ？あ、これ中にあの空洞があるやつだな、これ。そう、見たらあったんだよ、ほら。今日も頑張ってこうな。ピュさん出るでしょ、外。出してくれよ。俺だってな、ちょっと運動しねえと、日光に当たらねえとな、病気になっちまう。なんか頭がつるんとしてるね、ピュさん。低い方がいいかな。おお、よろしく頼むよ、お前。今日も遅かったな、結局こうなっちゃうんだよね。なんだろうね、飯食ってぼーっとしてると3時過ぎちゃうんだよ。あーピオさん、ダメだな、お前。もうそれ、飯食ったらもうすぐ仕事行け、もうハウス行け。ねえ、そう、頭がぼーっと、飯食った後に頭ぼーっとしてくるんだよ、それがね。だからちょっと仮眠取ろうかななんて言ってるとさ、簡単に1時間ぐらい行っちゃってんだよね、ピヨさん。そうか、しょうがねえな。まあ、とりあえず頑張るしかねえな。じゃあ、よろしく。